シーン弱すぎでしょそれ。うわレインボー初めて見た激アツ。コーナー井川谷店さん、はい、僕初めて来ました。正直相性は良くないです。おこれは激アツ。やっぱ強いな閉店後。精霊が精霊のおかげです。持ってるなやっぱあったでしょ。いや北斗と相性良くなったんじゃないですか。そうですね、これちょっと今度時間できたらぜひプライベートで。いや行けないといけない、そうなるともう楽しみしかないですよね。ここからはキャラは何を選ぶか面白いですかね。僕はオーソドックスタイプなんで、はい、まあ、僕ケンシロウでいきますけどね。あ私どうしようかな、誰にしよっかな。わあもうこれがまた楽しいんだな。そんなことを隣で言われたらね、もうこっちは駆け抜けろって思った。キャラで。お。そうよね。わあもう楽しそう。楽しそう、羨ましか。まあ、パチンコあるあるですけど隣の台が羨ましく見えることは今まで何度もありました。そうですね、なんか隣の台はすごい強いリーチくるし、そんなしたいかなって思うぐらいいい動きしとるな。気持ちええわ。おーしよしよし、雑魚キャラ選んだんですね。いやそれはもうラッシュ入ればそうなりますよ。さあどれだけ出すんだ、7をねどれだけ持ってこれるかが。おーいきなり、おしいきなり2416ラウンド。えいえいえい、ありがとうございます。すごいですね。実際にサンドにお金を入れて打ってたとしても多分使ってるお金は数千円ですよね。そうですね、1万円はいってないですよね。いってないですよね。でもめったに来ないでしょ必殺チャージ、ここ保留連は。おお、ゼロ。貴様など眼中にない。ピッカラシエリありえないようなストーリーですよね。お？なんで勝つんだ。はあ、やっぱ違うなラッシュ中は。いやこれね結構順調すぎるぐらい順調ですよ。意外とね、幻冬ラッシュもまた2400。
ケントラッシュも結構時間かかったりすることあるんですけどね、こんな簡単に7を連続で、いや気持ちいい。いや富士さん、北斗と絶対打った方がいいですよこれ。俺の原骨よもう夜中になっておかしくなってきましたねいやこれ隣でされたら相当腹立つわ本当にあっという間に1万発いきそうですね。最短あと2回のあたりで1万発。いやだから北斗無双は人気なんですよ。この7が偏った時の爆発力、瞬発力。トミーさんもう8月に入りまして、はい、まあ、いよいよね8月のスタートということで、いろいろこう8月になるとまた新たな取り組みをしたりとか、はい、キコナさんでいうとキコナサマーと言われてね、新しいこう取り組みされてますけど、はい、まあ、新型コロナウイルス対策の方は引き続き万全な状態で各店やられてますか。そうですね、アルコールとか、気を緩めることなくできれるんではないかなと思います。じゃあ自粛明けのあの状態をまだ維持しているということですね、はい。で、まあ、今現在でおかげさまですけど、はい、まあ、従業員に感染者がまだ1名も出てないというところは、素晴らしいことかなと思います。そうですよね、そこはしっかり取り組みされている結果でもありますしね、はい、まあ、皆さんまあ意識高く、はい、プライベートでも仕事でも行動されているんだろうなというところですね。あ、そのあたりは非常にこうレベルの高い社員さんが多いなというのは、はい、本当にありがたいことだと思います。お客様 の, そのマスク着用のご協力なんかも結構あそうです、ね、されてますか、はい、もう今は必ずもうお店に入店される際は、はい、もしまあされてない方がいらっしゃったら必ずお渡しして、あ、はい、なるほどなるほど、声かけするだけじゃなくて、ちゃんと渡してですね。あ、それは安心ですよね。ただやっぱりそういう対策とか周りへの配慮とかをやってる上でかかってしまったというのと、ほら言ったやろっていうかかり方をしたんであれば、 そうですね、そこはやっぱ違うと思うんですよ、全然違いますよね。マスクもせん、手洗いうがいもせん、何の対策もせんってかかったら、ほらだから言ったやんってなるじゃないですか。それはね、責められてもちょっとしょうがないかなと思いますね。でもね、普段から一生懸命こう対策を徹底されてる方がもしかかったとすれば、その時は ね、いやしっかりやってたけどねって責められるべきではないですよね。まだだ、早いよ。これで当たりました。これで当たるってこと見たことないけどな、はい、だいたい外れた後にボカーンっていって一撃当選とかでね、当たるならわかるけど。おえ、そんな減らすんだ、あの棒一振り、棒一振りで雑魚なのに。これ完璧もらいました。もう芯弱すぎでしょそれ。うわ、レインボー初めて見た、激アツ、絶好調ですね。初めて見た。ちょっともうこの際いろんな演出見せていただきましょうよ、そうですね。私審査見せ場なしでございます今回は。いやあれ見たことないわ。いや珍しいですねレインボーも、うわー3連発、3連発、いや結構すごいわ。いや一言、どこで売ってるかもう一回言っときましょうか今日はね、ええ、コーナーどこでしたっけ。伊川谷店さん最高です。伊川谷店さんの北斗無双ですね、はい、素晴らしいですね。そして17周年8月8日迎えます。気になる方、まあ、そうでない方もねぜひ一回、まあ、もちろん P ワールドにもお店載ってますし、気候な伊川谷店さん、どんな、ね、設置機種になっているのか見ていただきたいですね。で興味がある方だけは本当抽選だけでも受けることができますので、そのウェブの抽選システムを活用して行くか行かないかは抽選見てから決めてもいいんですよ。抽選を受けた後に行くっていうボタンがあるんで、それを押せばそこで初めて番号がこう発行されるシステムになってますんで、本当便利ですからね。お近くの方はぜひ抽選だけでも受けてみてください。さあここ今勝機の文字が出た後に、これね47秒46秒カウントダウン入ってますけど、嘘らしい。これ多分4つ目までいきますね。熱い、やっと熱いリーチが見れるかも。いいっすよ。いやいいですよ、なんか上からに聞こえますけど頑張りますよ僕も。
せめて当てとかんとね、1回ぐらいは。ですね、まあ、扇ラッシュ、4人目まで行けば熱いので、他も行きますね。いかんのかい。大丈夫。ちょっと待って、いかんの。覚醒やん、これもう。今のは完全に行く流れだったでしょう。まさか3人目。まあそうよね。すごい、もう1万発に王手だ。あ、熱っ。ぶっからしてやる。似てますね。あ、413、小さめ出ました。さあ、今天敗ボイスですね。ケンシロウの覚悟しなって天敗した時にチャンスとか言うじゃないですか。これがケンシロウの覚悟しなっていう、ちょっとあまり出てこない天敗ボイスですね。おお、しれっと当たっとるし、またおい、おお、来たな。ポンポンバトルにも行きますね。まだラッシュ残り20ゲームとか30ゲームとか、あー、このままじゃ終わっちゃいそうっていうところまで行かないですよね。そうですね。安心感のあるのゲントラッシュ。ラッシュ中とはいえちょっと簡単すぎません？簡単すぎる。簡単すぎますね。おむつは仕上がりだ。すごいね、あっという間に一撃1万発ですよ。まあこれが北斗無双のすごいところですよね。すごい。いやー、打ちたくなってきた。今打ってるけど、営業中のホールで打ちたくなってきた。たまらんわ、その展開。はい、1万発払い出し、1万発突破しました。簡単に出ましたね。あー、簡単、簡単に出ましたね。おお、赤保留は強いよ。ラッシュ中、いや簡単すぎますね、本当。誰にやっ、吉野原骨よ。誰に言ってんですか。誰に。いや、これはすごいですね。まあそれだけね、川谷店さんがいいお店っていうことがね、言えればいいんですけど、こればっかりは富さんの引きですよ。はい、よっしゃー。あら、これちょっと逆に心配になってきた。トミさんね、閉店後強すぎてプライベート実践ますます勝てなくなるんじゃないかって。本当に、それ本当に本当に、ね、はい、そっちの心配、確かにそっちの心配が生まれてきました。ちょっとでもあれですね、2400発の偏りが、あ、やっぱ序盤こう見つけた後、ね、先に取れたっていうのは大きいですね。でもね、そうですね。
どうです、今まで、まあ、いろんなこうパチンコ台が出てきて言ったら爆発力のある台とかめちゃめちゃ辛いと言われる台とかあったわけじゃないですか、まあ、設置してきた機種の中で、はい、ちょっとこの台が拭いたら怖いなっていう機種はいくつかやっぱありました、お店に設置してて、この台が暴れたら止まらんぞっていう、割が上がるぞっていう、まあ、もちろん直近であれば、はい、もう伊達店の中古価格何ぼかご存知ですか、まあ、70万くらいまで上がってましたよね、260万え、そんな上がったんですか、ちょっとサンヨさん増大されないんですかね、あの再販は、再販はやっぱあんだけね、やっぱり大きいメーカーさんでも、やっぱりコロナの影響っていうのが相当大きいんで、そっかそっか、物がね揃わないと、もう本来はすぐにでも作りたいところらしいんですけども、もう任天堂スイッチ状態ですね、そうそうそうなかなか追いつかない、昔はよく言ってましたね、あ、今でも新さんに振られて思い出した、まあもちろん伊達でもそうですけど、はい、あれですよ、ルパン、消されたルパン、あれですよ、あれもめちゃめちゃ良かったですね、あれはブラジで良かった、確かにあれは僕もあれ超名機です、うん、面白かったな、忘れてました、あれは忘れちゃいけないです、まあ、タイプ的には似てますけどね、あれも一撃数万発っていう爆発力があって、でまた甘い台だったんで、はい、なかなかホール泣かせの要素は強かったですね、そうなんですよ、逆にあの天の方は辛かったんですけど、ミドルスペックがね良かったですよね、399でしたよね、そうです、マックスの転落タイプですよね、そうです、あれは面白かったな、めちゃくちゃ名機でした、6年ぐらい前かな、5、6年前、あ、そうですね、ですね、そっか、消されたルパンももう今はなき懐かしい機種があるのか、だってあれ平気で80、おおおお、今正直ちょっと危なかったです、もう90回で回ってたんで、あ、残り40回転くらいですね、すごいな、まだまだ終わる気配ないですね、いや、北斗武装とその消されたルパンはかぶった時期がありましたもんね、そうですね、最高の時期でしたね、 そこは贅沢すぎます、だからやっぱホールで2ボックス以上構える機種で見るのはやっぱなかなかないですよ、ないですよね、今は、まあ、それこそもう海とかでしょう ねで、まあ、ルパンもそうですし、まあ、これもそうですよね、はい、そっか、北斗武装も2ボックスとか置いてますもんね、まあ、だから正直言い方悪いですけど、この台がある以上、はい、まあ、それをしのぐ機会はないのかなと思ってた矢先に、はい、伊達店が出てきたわけなんで、十分対抗馬にはなりますね、伊達店は本当に、だからそれでもまだ伊達店を知らないユーザーの方はたくさんいらっしゃるんですよ、です、だからどんどんその、ね、伊達店のいいところっていうのを設置されてるお店はですね、お客様に伝えていってほしいですし、さっき言ったようにパチンコもスロットも状況に応じてこう打ち分ける時代なんですよ今、スロットは5号機も6号機もあって、まあ、パチンコはご存知の通りいろんなタイプの機械があるわけですから、前回のこの番組でもちょっとお話ししたんですけれども、こういうお客様にはこういう機種がおすすめっていう一覧があればすごくお客様もね遊びやすくなると思うので、ぜひねそういうこう手間をかけれるお店があればやっていただきたいなと思いますね、まあ、なかなか難しいですけど、現実的にはホールの中に案内係っていう人がね昔はこういたりしたんですよ、うわ嬉しいパターン、ありがとうございます、おーい、赤保留は当たるよね、ラッシュ中はもうどこまで伸びるか、そろそろでも16ラウンド欲しいですね、そうですね、当ててはいるけど、うん、だいぶ続いてますね、まあ、短時間で数万発っていうのも嬉しいですけど、やっぱり長くラッシュを楽しむっていうのもねパチンコの醍醐味ですもんね、 そうですね、はい、そのバランスという面では非常に長けてますよね、新北斗無双は、
言ったら、まあ、イダテンの悪いところをあえて言うつもりはないんですけど、空気浮いてます、もう当たってます、もう7でしょ、しかもそれ、そうですね、7ですね、やりました。イダテンも北斗星も魅力的なんですけど、イダテンだったらもうこの時間でラッシュが終わってる可能性があります。ただイダテンだったらもうすでに3万発くらい出てる可能性もありますと、それがイダテンのいいところと北斗との違いですね。おお、ただの大当たり。いやー、僕の方はちょっと厳しい回転数になってきたな。もうかれこれ400回転ぐらい回してますけど、トミーさんがラッシュ終わるまでちょっとなんとか僕も粘ろう。やはり強かった。お、フィッシュチャージ、おー、いくんだ。終わりませんよこれは。お見事、満4先発はお見事。いやー、しかもね、1回目の当たりじゃなくてちゃんと1回当てて2回目の当たりですから ね、通常当たりもラッシュ当たりも見せてるっていうのがすごい。今日トミーさん1人2役ありがとうございました。僕がちょっと当たりゼロだったんですけれども、まあ、ちょうどね、時間の方が来てしまいましたので今日はここで終了ということで、はい、この後エンディング撮らせていただきたいと思います。やりました、実戦終了です。お疲れ様でした。どうでした。いやー、素晴らしかったですね。トミーさん、やってしまいました。やっぱ閉店後強いわって思いながらね見てましたけれども、はい、最初の当たりはラッシュ突入ならず、そうですね、しかしその後の、はい、すぐに2回目の当たりを迎えて24回転で当たったんですかね。早かったですよね。まだ時短だったんですけど、その中で引き戻したと。あ、そうでしたね。2回目も通常の当たりだったんですけど、100回転の時短の中で当ててラストに入れて、はい、そうです。結果一撃1万、まあ、払い出しベースで1万4千発を超えましたね。はあ、はい、すごいですね。やっぱり北斗無双、まあ、新北斗無双の、まあ、そこが魅力ですよね。一撃でそれぐらい出ちゃうっていう、久々に味わえた感じがして、すごいやっぱ楽しいですね。いや、癖になりますよね、あの出玉を味わうと、間違いない。そう、なんか最初苦手って言われてましたけど、新北斗無双どうでした、打ってみて。ね、まあ、好き、まあ、苦手とは苦手かもしれないですけど、はい、やっぱ楽しい、やっぱ楽しいですよね。やっぱ楽しいです。あれだけ出ればね、それ楽しいですよね、うん、もしかしたらお店も良かったのかななんて。どこのお店ですかそれ。キコーナイカワダニ店ですよね。ですね、やっぱそうですよ。10台ありますんでねもしかしたらお店が良かったのかもしれないですよね。バズってらしいと思いますけど、はい、はい、まあ、そんな感じでね、まあ、海シリーズもしっかりあります、しっかりありますし、まあ、北斗無双も10台ありますので、はい、ぜひね、気になった方はチャレンジ。取りこぼしがない、もう本当に押し鍋っていろんな機種、あの台がございますから、あのね、上手に揃えてるんですよ、はい、いろんな機種をね。まあ、その目でぜひ見ていただきたいと思います。いや、そうですね、何度も申し上げている通り、はい、概要欄にもお店の情報載せてますので、貴重な伊川谷店、8月のこの機会にですね、ぜひ一度このお店に足を運んでいただきたいと思います。はい、というわけで今回は初めてこの神戸市にあります貴重な伊川谷店さんお邪魔いたしましたけれども、はい、もう入った瞬間からね、本当にスタッフの皆様の気持ちいい仕事ぶりをまず見せていただいて、そしてホール内のね、清潔感というのも味わって、そして設置機種も魅力的だということで、本当にね、今日初めて来ましたけれども、いいお店だなっていうのをひしひしと感じてますので、お近くの方ぜひ一度遊びに行ってみてはいかがでしょうか。ぜひともお願いします。はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思いますけれども、はい、さあ次回はどのお店に行くのか。そうですね、またね、別にチェックしてるわけじゃないんですけれども、初めて行くお店っていうのはやっぱいろんなものがこう気になってしまうので、行ったお店では閉店作業の様子なんかもまた見させていただきたいなと思いますので、はい、次回もどうぞよろしくお願いします。はい、8月17周年目を迎えた貴重な伊川谷店さんから今回はお送りいたしました。最後までご視聴ありがとうございまし た。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。します。それでは失礼いたします。失礼します。